にちは、矢田部です。今日はですね、ボールタッチをよくするを、やっていこうと思います。じゃあ、北さん。で、ボールタッチなんだけど、どう？ああ。で、ここで大事なのが、ボールタッチって言ったら、どこ触ったらいいのかって話。ね、はい、今までってどう？意識してた？ボール。全然してないですね。ボール、うん。そうだよね、はい、ボールのこれ触り方、まあ、指でってよく言うんだけど、すごい大事なのはこのボールのこっちね、フェイスラインを上から下にね、こうやってボール置いた時にね、これ下だった時にはこの辺を上から下に触ってあげるんですよね、小指と親指でね、こういう感じ。ね、動かし方としては上から下に、これも一緒ですよね。ここのフェイスラインのところを触ってあげてる。で、これを足元でやってもダメで、ちょっと前でやってあげる。これすごい重要なこと。で、ちょっと北さんどうぞ。そうだよね。で、親指でも触る。親指と小指。そう。もうちょっと体から離した方がいいかな。で、顔を上げた状態でどうぞ。そうですよね。それをスピード上げた状態でいきますよ。スピード上げた状態だったら、こうなってきますよね。親指でも、親指でも触っても、こんな感じ。じゃあ、北さんどうぞ。お、うまいじゃん。うまくない？うまいよね。うまいっすね。うまくなったよ。あれ？いいんじゃない？いいですかね。離れなくなりましたね。どうどうどう？いいですね、なんか。ねえ。はい、今びっくりしたね、今ね。だからちょっとこのダイヤ斜め、ここですね、足元。斜めにこう触る感じ。この辺に、今のもそう、これもちょっと斜め下にね、前に進むときもそうだけど、この回転だよね。できるかどうか。インサイドだとしても、ね、親指ですよ。親指。これ結構ね、大事だよね。こういう、舐めるように。ね、そうすると、エラシコになったりね。エラシコだったらこう、いけますよね。っていうところ。じゃあもう一回北さん行こうよ。うまかったもん。やればやるだけ良くなるでしょ。指で。うまいよね。ここですね。だから、こういった部分をもう一回、毎日ただ触るんじゃなくって、ね、ちゃんと指で、真横もあるけど、立ててとか、触ってあげると、全然、ね、日々触るもんだから、タッチが変わってくるというところをぜひ、やってみてほしいと思います。ね、どう？だいぶタッチの感じ。そうですね。なんかいい感じ、自分でもうまくなってるなっていうのは。なんかこう、まとわりつく感じでね、はい、離れなくなるよね。そうですね。今まで結構ツンツンしなもんね、こうね。そういった部分が、良くなるので、ぜひやってみてほしいと思います。ということで、チャンネル登録、お願いします。